映画レビュー、老後の資金がありませんを見に行ってきました。おはようございます。僕の挑戦、タッチです。今日の映画は、天海祐希さん主演の、老後の資金がありませんです。グッモーニング、おじさん、ドットライン、ゴーブレー、ウォートラン、ボンディア、サンシャオハウス、ウィンダムマンガー、ビッチマイチャレンジタッチ、ディスタッチ、ムービーレビューを、I have no money for old age。映画、老後の資金がありませんでは、日本では老後2000万円必要と言われています。親の葬儀、娘の結婚、夫の失業、そして浪費家の仕事人の同居。次々と重なる出費に、普通の主婦、天海祐希の奮闘ぶりがコミカルに描かれています。天海祐希の能天気な夫役に松重豊さん、扱いにくい義理の妹役に若村麻由美さん、ヨガ仲間に柴田理恵さん、そして最大の難関、姑役に草笛光子さん。姑の浪費に貯金はどんどん減っていき、一体どうなってしまうのか。今日の映画の感想です。あ、みんな配役が良かったです。良かったら面白かったら、まあ、面白かった、そうそう、吹き出すところ、吹き出すシーンがあったわけです。草笛光子がなんかよかったよかった、うん、なんかどっちかというと天海祐希ってよりも草笛光子の方が主役みたいな、ね、最後よかったよ、なんかちょっと感動してじんとくるような、すごくいい映画でした。さあ、それでは映画レビューです。 BGM は男であれ女であれバーイタッチ。主演の天海祐希さん、期待を裏切らない演技でした。夫役の松重豊さんのヒルアンドンのような演技、おじゅうとのような若村麻由美さん、普通のおばさんをさせたらハマりにハマる柴田理恵さん、怪しげな将来性を感じさせないミュージシャン役の加藤良くん、みんな良かったです。でも今回はなんといっても草笛光子さんなんです。草笛さんって一体何歳やろうと家に帰ってインターネットのヤホーで調べてみてびっくりしました。88歳、マジか。ヨガのシーンではめっちゃ体が柔らかいし、演技はパワフルやし、歌も披露したんですけど、素晴らしい声量、草笛さんの魅力が溢れていました。物語はリアルに考えたら悲惨な展開なんです。人生ハードモードでやりきれなさが満載だったのが、なぜかそんな気持ちを吹き飛ばすぐらい楽しい気持ちになるんです。天海さんと草笛さんの演技に吹き出すシーンが何度もありました。脇を固める俳優陣もみんな良かったです。そしてこの映画のクライマックスではほらとくるようなシーンが、いくらコメディ映画でも面白いだけじゃつまらないんですよね。やっぱこういうシーンがないと。この映画のテーマは政府の言う老後は2000万円ないと安心できない。しかし実際そんなお金持ちばかりじゃないんですよね。庶民は2000万円なんて大金持ってない国民がどんだけおると思ってるんでしょうか。しかしこの映画を見るとお金なんかなくても老後はなんとかなるんじゃないかと明るい気持ちにさせてくれるんです。そんな元気の出る映画なんです。最終的には昭和の時代がいいんでしょうか。形は違えどラストの生活様式は間違いなく
昭和の暮らしです。コロナ禍でここ1年いい映画が少なかったんですけど、久しぶり、これはいい映画です。評価5点満点。